こんにちは、花坂じいさんです。今日はね、ロベリア、とっても綺麗でしょ皆さん。このロベリアを摘心してね、超満開にする方法4選をね、皆さんに伝えたいと思います。このロベリアの特性はですね、常緑性なんですね。で、特徴はね、よく分枝してこんもりとした株に育ちます。花茎1ないし2センチの花がね、株全体を覆うようにして咲くので、遠くから見ると、色の塊のように見えて、とってもね、美しい花なんですね。はい、それでは早速摘心を始めますが、摘心はですね、枝先をカットして脇芽を出す作業ですね。で、ちょっとね、伸びきってますので、ちょっと短めにね、カットをして、ちょっとこうボリュームを出していきたいなというふうに思っています。ですから、切り方なんですけれども、葉っぱのね、大きい葉っぱがあると上で切りますね。例えばこれでしたら、まあ丸くこう仕上げていきますので、外の方は短めにね、カットしますね。こんな感じでチョキンと切ります。こんな感じですね。ちょっとね、摘心が遅くなったんですね。もうちょっと早くしようと思ったんですけどね、まあ、こんな感じです。はい、ちょっと形もね、こう考えて切っていきたいなというふうに思いますね。この繰り返しなんですね。こんな感じでね、どんどん切っていきます。ちょっとね、長くなったんですよね。葉っぱの上で、ね、切ればいいですからね。葉っぱがこうついてますから、この上で切る。はい、はい、だいたいこんな感じですかね。こういったものはですね、こう咲いた後なんで、これ取ってください。はい、まあ取れるだけ取ってもらえばね、別につけといても後で取れますけど、勝手に、はい、見栄えが悪いんで取ってもらうといいかなというふうに思います。まあたまにね、こう切り残しがあるんですけどね、それはもう愛嬌ということで、気づいた時に取ってほしいなというふうに思います。枯れた葉っぱも取ります。はい、あとですね、こういったもので消毒をやりますね。虫病気の予防と切り口の消毒ですね。まず株元からシュシュシュってやって、そして切り口を重点的にやってもらえばいいかなというふうに思いますね。あとこういったものでね、切り戻しとか摘心とかしたらね、こういった発酵性肥料をね、あげてください。こういったものですね、粒状になってますから、これ2個ずつぐらい、できるだけね、鉢から、ごめんなさい、根から遠いところ、鉢の内側のあたりが一番遠いんで、に
根に負担が来ないようにそういうところに埋めてください。なぜ埋めるかというと転ばないように埋めるだけです。はい、そのまましとくと転びますからね。まあ2個ずつぐらいね、一番遠いところに鉢の内側が適当かと思います。こんな感じですね、2個ずつ埋めとく。はい、これで転びませんからね、大丈夫です。摘心が下りましたので、あともうこんな感じになるんですね。はい、こんな感じになります。棺ね、超満喫数を4選を今から伝えますからね。まず一つ目何かというと栽培環境なんですね。このロベリア、日当たりを好みますが真夏の強い西日は苦手なんですよ。ですから夏は風通しの良い半日陰で育ててください。2つ目、水やりです。停滞水を嫌うんですよ。ですから鉢土の表面が乾き始めたらたっぷりやります。で、用土のね、加湿を嫌うので蒸れに注意して水やりをしてください。だからやりすぎなんかもちょっと困るんですよね。根腐れしちゃいますので注意が必要かと思います。3つ目、肥料ですね。生育旺盛なですね、春から夏に液体肥料を定期的にやります。まあ、ハイポネックスとかあるんで、まあ、1000倍ぐらいに薄めてあげられたらいいんじゃないかなというふうに思います。新芽が出始める3月上旬とですね、地上部が枯れる11月上旬に固形肥料をやります。はい、ということです。4つ目、何かというと摘心なんですね。実は4つ目はこれが一番重要なんですけど、今摘心をやってあらかたこうなるんですよ。で、こうなった時にもう一回だけ摘心をやるとこんな感じになりますから、わかりますか、こんな感じ鉢からはみ出るぐらい咲いてくれますね。だからこのもう一回摘心をやらないとね、超満開は無理かと思うんですね。満開にはなりますね。ですからこの摘心をねもう一回やるっていうのがポイントなんですね。このロベリアはですね、病気についてはね心配ないんですよね。だから虫とかがねやっぱ来ますんで、消毒は月に1回やられた方がいいかなというふうに思います。今日はねロベリアを摘心しました。花咲かじいさんと一緒にね超満開の花を咲かせましょう。最後になりましたからね、いつもコメントくれてありがとうございます。感謝感謝感謝なんですね。もう本当ありがたいです。チャンネル登録してまた視聴してね、花咲かじいさん応援しましょう。応募は画面中央に私の似顔絵が出てますから、ピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただき本当ありがとうございました。また次の動画で張り切ってお会いしましょう。